えー、朝早くからですね、えー、この恒例になりました、あ公益社団法人、えー、日本科学療法学会のおこの体制筋ワーキングが、まあ、主催、まあ、実際にやっております、えー、この2015の体制筋シンポジウムということでですね、まあ、たくさんお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。あ、えー、あのー、まあ、担当でですね まあ、例年ほどは寒くないんですけれども今日はですねそれにもそういったことにもかかわらずです、ね、たくさん皆さんですねおいでいただいてまあ本当に皆さん真面目だなとつくづく思いますあの、まあ、ご存知のようにこれに書いてありますようにですね本年度の耐性、まあ、菌は主にカルバパネム耐性の腸内細菌 CRE が取り上げられております、えー、昨年からですね、まあ、全数把握ですかになっておりますし、まあ、あの実はあの今日の午後のですね発表でもあの泉川教授長崎大学でのこのアウトブレイクのお話をされますけれどもですね大変この、まあ、うちの症例では未熟児のところでですね まあ、あのコロナイズしてそして広がるということで大変制、まあ、圧に難重して、えー、おりますけれども、まあ、そういった経験もですねあの今日泉川先生発表すると思いますけれども耐性、まあ、菌さまざ、あ、まな耐性菌が出てきますけれどもまあ一旦出るとですね本当に、まあ、これだけ生まれ制で皆さんこの感染制御にはですね 熟知された大変慣れてしかも抗菌薬の、まあ、使用のいわゆるスチュワードシップな点においてはですね、まあ、この諸外国に比べても、まあ、素晴らしいシステムを整っている中でですねまだまだあこういったことも起こるとしかもあの今年度はあこのコリスチンがですね本当にあ,のおある意味まあ メーカーの努力でですね。世の中に出てきました。けれどもですね。もう皆様もご存知のように新しい抗菌薬はですね。全く出てまいりません。ま今、あの少し模索されているのがワクチンの領域なんですけれどもまそれにしましてもですね。そう、新しい感染症に対する薬剤が出てこないという状況の中でですね。本当にどう戦うかと。 というところをですすね今日じっくり聞いていいてただければと思いますなかなか昨日から始まりましたですね「スター・ウォーズ」のようにですねかっこよくはいきませんですよね敵に対してポンポンポンと気持ちよくいくようなものではないのがですねこの感染症療育の戦いですけれども皆さんもご存じの本年度明るい一番大きな話題としてはやはり大村智先生がですねこの全く 従来の手法自然界の土からですねまあ今回は私の趣味のゴルフ場の土からですねえまあああいったアイバーメクチンをですね出してノーベル賞受賞ということでまああの私たちも本当にですねこういったことこれだけ大きなですね人類への貢献ができるということは大変今後まあ皆さんと一緒にですね励みになるんじゃないかと思います。 えー、ぜひ、まあ、長い一日ですけれどもしっかりですねここで新しい情報を得てまたあとでもご説明あると思いますけれども来年のですねこの会の日程も決定しております来年はこの会場の都合で,です、ね、なかなか取れなかったみたいで、まあ、あの極めて厳しい時期三連休のど真ん中12月24日クリスマスということですね まあ、あの私たちみたいにも年寄りはいいんですけれどもです、ね、若い方子どもさんおられる方はです、ね、クリスマスイブは大事な時なので,です、ねまあ、来年は仕方がありませんけど再来年からそういったことが起こらないということをです、ね、あの学会の事務局からも聞いておりますのでまたノートにです、ね、ちょっと書いていただいて、えー、また今年も来年もこれが毎年恒例になりますようにです、ね、皆様 あのよろしくご支援をお願いいたしますあの今日一日よろしくお願いいたします